五日市町は、かつて、広島県再帰郡に存在した町である。第二次世界大戦以後、広島市のベッドタウンとして発展した。人口は、市政施行予見の一つである5万人を突破していたが、単独市政施行を主張する住民と、広島市との合併を主張する住民との間で、議論は長年にわたりに分された。町議会に発煙党が持ち込まれたり、 広島市と合併協議を進めた町長のリコールが成立するなど混乱が続いたまま人口は増加し、1980年には国勢調査で人口日本一の町となっている。結局、当時100万都市を目指して近隣町村との合併を進めていた広島市との協議の進展により、同市との合併が決定し、五日市町は1985年3月20日に消滅、 同時に、広島市に、新しい行政区再起区が発足した。廃止時点の人口9万6441人は、地方自治法に基づく日本の町として、史上第一位である。ただし、地方自治法以前の町村政時代には、東京府豊玉郡渋谷町や、同北豊島郡西菅野町など、人口10万人を超えていた町が存在する。また、 20世紀の中国地方で最後の合併例となった。現在は広島市西区の一部になっている。合併に合わせて住居表示の変更も行われ、旧五日市町区域の中には番地が大きく変わった地域もあった。ありがとうございます。